つんくさん入りまで5秒前、はい、4、ついに3、ハローミキティチャンネル、お疲れ様です。お疲れ様です。今日はどういった撮影でしょうか。つんくさんとの対談になります。ついに来ました。ついに来ました。今心境はいかがですか。変な緊張感です。あの道しげさんの卒業ライブを見に行った時に、つんくさんが遠くのおはようございますって言って、つんくさんがこうでやってくれてて、でその時に多分もう手術もされて声が出なくなってたんだけど、その時はだから声を発さず普通にこう挨拶するっていう感じだったので、今実際ちょっと楽屋も別にさせていただいて、はい、この後初めて会うということで。そうですね。ちょっとどんな感じになりそうですか。まあでも姿はテレビでね、たまに日本帰ってこられた時は見ているので、うん、あ、姿は変わってないんだなっていう安心感と、だからそのどういう感じになるかが全くわからないので、そもそもそんなつんくさんとゆっくり長時間話すっていうことがもともとそんなないので、どんな感じっていう全く想像つかなくて変な緊張感っていう感じですね、うん、じゃあまあ緊張もありつつ、まあ楽しみはやっぱり変わらないですか。そうですね。なんかこう今もう現役じゃないからこそ、なんかこう聞けることだったりとかもあったり、こっちもなんかちょっとこう客観的というかっていう感じなので、っていう意味で楽しみですね、うん、じゃあこの後収録よろしくお願いします。はい、お願いします。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 はい、階段はまあ座るはここで、で待ってる時はここでちょっと待っていただく感じになります。そう、ノートは定期的にやってるんですか。あ、はい、ノートは月4本くらい。え、ハワイの時どうしてるんですか。対談が月1ぐらいでリモートになってます。書き物はご自身で書いて送ってくるんですか。じゃあ、間もなくつんくさんをお呼びしますので、皆さん、はい、つんくさん入りまで5秒前、はい、4、3、あー、つんくさんだ。うわ、お久しぶりです。うわ、変わらない、変わんないです。あ、やだ。よろしくお願いします。最初はそれこそモーニング娘。落ちて、でもモーニング娘。がいるそのハロープロジェクトでソロでやっていかなきゃいけない、で一個上にはなんかめちゃめちゃ売れてる松浦がいるっていうプレッシャーしか最初はなかったですね。その立たせてもらうステージも最初からお披露目が代々木とかだったんで、なんかもう何も本当にわからないまま人がいっぱいいて、もう何も見えないし何も聞こえないっていう状態でステージに立ってる感じですね。いや、そうですね。でもやっぱりそれがプレッシャーでしたよね。大人もがっつりプレッシャーかけてくる感じでした。私はもう本当あやちゃんしか友達いないぐらいな感じで、でも逆に向こうが1年先輩でデビューしてるから、ハロプロでもソロって私とあやちゃんしかいなかったので、なんかこうソロで孤立、2人で孤立してたから、なんかいろんな他に言えないことも言ったり泊まり合いしたりとかしてましたね。置き手紙ね、置き手紙でやりましたから、私レコード店の小さいところで。はい、この動画がいいと思った方はグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。以上、ハローミキティチャンネルでした。ありがとうございます。はい、以上で終わりになります。すいません、ギリギリまで。ありがとうございました。はい、ニッコリエで、はい、ありがとうございます。お互いちょっと顔を 見合ってみていただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。です。嬉しい、なかなかないよ。はい、卒業ライブやろうと思ってますから。武道館目指して勝手に。
あれみたいな目指してその時書いていただきますお願いしますありがとうございますはい、お疲れ様です。つんくさんとの対談から何日か経ちましたが、はい、うん、改めて率直にいかがでしたか。いや本当につんくさんが手術されてから生身のつんくさんと会うことがなかなかなかったので、なんか元気そうでよかったなって思いましたね、うんうん、なんかあの頃は、まあ、9年ぶりの再会になったわけですけど、ぶりか、はい、そっか、うん、その時となんか話す感じとか空気感とかでなんか違いってありますか。なんか違いっていうか、やっぱりそのいい意味で私もそこまで緊張してるけど緊張しないっていうか、その昔はこう作ってる人と歌ってる人っていうプロデューサーと私っていう感じだったので、その関係性はまあ変わってはいないっちゃ変わってはいないんですけど、なんかもうちょっとフラット当時よりフラットに喋れたかなって思うのと、逆に言えば当時もそんなにちゃんと喋る時間っていうのは基本的にないので、初めてこうなのちゃんとした会話っていうあんな1時間2時間みたいなのは初めてじゃないかなと思いましたね、うんうん、だから昔は話さなかった家族のことだったりも話したと思うんですけど、確かにね、いかがでした、そういう話できたっていう。なんかつんくさんってこうプロデューサーでつんくじゃないですか。でもなんかこう家族の話とか、まあ、うち奥さんもしてたりとかするので、あ、なんかつんくさんも普通に生活してるんだなってちょっとなんか当たり前のことですけど思いましたね、うんうん、すごい、じゃあいい時間でした。そうですね、なんかパパツンクも見られたなって感じですね、うんうん、まあこれで、夏先生と対談して、はい、菅井先生と対談して、うんうん、つんくさんと対談したわけですが、はい、まあ、そういった藤本さんの先生にあたる方々と、うん、はい、共通するパワーというか、そういうものってどういうものがあるんですか。あのね、なんかね、どういうものっていうか、なんかこう時間が経ってあっても変わらないし、パワフルだし、なんだろうな、これなんて伝えたらいいのかな、なんかすごいの一言で伝えるのはなんかまたちょっと違うのかなっていう、なんだろうな、でかい壁って感じ、うん、そのエネルギーって変わらないですか。変わらない、なんかエネルギーは変わらないんだけど、その関係性、今はこう先生と生徒みたいな感じではなく、なんかこう ちゃんと、まあ、業界の先輩後輩であって、人生の先輩後輩ではあるっていうのは変わらないけど、なんかより素の自分として喋れる時間だったかなと思いますね、お三方とも。9年ぶりの対談となりまして、はい、まあ、次9年空いちゃうと、うん、次は64歳、というか47歳になってしまうので、はい、ちょっとまたね、あの感覚空けずに。そうですね。そうですね、9年空くと、もうなんか、体の心配ばかりしてそうな気がします、お互い。じゃあまた会いたいなって思います。そうですね、なんかこう、今までこうなかなかお会いする機会って、多分この YouTube がなかったら、この今もなかなか会うタイミングってなかったと思うんですけど、なんかこれをきっかけに、なんかもうちょっといろんなお話ができたらいいのかなと思いました、うん、なんかファンの方はもしかしたらまた、うん、つんくさんと藤本さんで作るエンタメも見てみたい。あ、そうですね、ちょっとちょこちょこ言っていきたいかなと思います。うん、はい、ということでつんくさん、9年ぶりにですねお会いできてとっても嬉しかったです。なんか多分10代の頃から私を見ていただいて、まあ、10代20代ではなかなか出なかったであろう会話だったり、まあ、ちょっと当時の気持ちだったりとかがちょっと話せて、なんかこう貴重な時間になったかなと思います。ありがとうございました。そして今この動画が今公開されている今日はですね、10月29日はつんくさんの55歳のお誕生日ということで、おめでとうございます。
はい、ということでね、まあ、ハワイの方にも勝手に遊びに行きたいなと思っております。その時はよろしくお願いします。ということでまたお会いしましょう。ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。以上、ハローミキティチャンネルでした。